こちらがね、サバトラのミニシマちゃんです。えらいご機嫌なんですよね、今ね。聞こえます？今僕がこうやってこうマッサージしてるからじゃなくてね、このマッサージする前からこうプル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 結構言ってるんですよね。で、遊び遊び言ってね。すごいね、この割り箸が大好きなんですよ、この子は。はい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 。はい、割り箸ね。ちゅ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 、はい、両親やね。この子ね、割り箸も好きなんですけど、割り箸よりも好きなのはね、自分の尻尾です、この。はい。あれ今日はそばへんの自分の尻尾で。みんなにお顔見せてあげて、はい。サバトラのミニシマちゃんですよ、っていうの。もう4ヶ月になりましたよ、っていうの。でね、以前も言ったんですけどね、ここから1メーターぐらいのところに、カゴの中でね、まあ、この子たちを、置いてるんですけど、こうやってね、カゴの中から、もう一匹ね、黒猫のね、同じ4ヶ月のミニゴマちゃん、黒猫のね、子猫の黒猫ちゃんがいるんですけど、このね、サバトラのね、女の子のこのミニチマちゃんを、視界から外すとね、こんな風になっちゃうんですよ。すごいこう、不安があるんですよね。うん、で、この子はね、全く逆の立場になると、探したりもしない。白状な女の子なんですけどね。で、また白状やな。まあ、あれです。以前から言ってますようにね、うちのね、16年飼ってた、キジトラのね、シマちゃんが、お空に行ってね、エンジェルになりました。うん。で、それでね、あと、残された、16年のね、大きい黒猫ちゃんが、マッチで今寝てるんですけどね、後追いされたら僕もね、寂しいですし、やっぱりね、僕はこの猫ちゃんがいないっていうね、生活に耐えれないんで、それでね、またこの二人を、家族に迎えるようになりました。うん。まあ、可愛いんですよ、この子ね、ミニシマちゃん、サバトラでね。なんかちょっとこう、アメリカンショートヘアチックで可愛いんですよ。顔、すんごい可愛いんですけどね、やっぱりね、お空に行ったエンジェルのシマちゃんとはやっぱ違うんですよね。うん。美人さんでした。16歳のね、シマちゃんは。うん。でね、この子ね、えらい悪さするんですけどね、ま、16年前の話なんですよ。話なんですけど、シマちゃん、エンジェルになったシマちゃんはね、こんなに悪さしなかったような気がするんですよね。なんていうんですかね、こんなにおてんばじゃなかったと思うんですよ。まあ、ね、元気やし、ご飯たくさん食べてくれるしね、まあ、ね、いいんですけど、すごいですよ。今はね、こうやってね、こうカメラにね、こう映って、こう、おとなしくしてくれてるんですけどね、もうバタンバタンた、なんですかね、暴れて、もうね、カゴの中に入れてかんとね、僕の自分の用事ができないんですよ。ほら、この子はね、ほんであんまり甘噛みしないんですよね。うん。もう一匹、もう一人のね、黒猫のね、ミニゴマちゃんはよく甘噛みするんですけど、この子はあんましないです。うん。でね、この子たちね、迎えて養育費がかかるんで、まあよかったらね、チャンネル登録の方ね、こう、よろしくお願いします。まあ懐かましいんですけどね。まあ、ね、あれ仮にね、チャンネル登録、あれ1000いったところでもね、私のね、動画の内容レベルがね、クオリティが低ければ、まあ、1回1万円もらえるぐらいで次がないんですよ。まあ、分かっちゃいるんですけどね、まあ、それでもこうね、この子たちのこう、ミルク代になるかなと思ってね、よかったら。うん。こりゃ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 。
でね、この間僕ね、ちょっといろいろね、あの猫ちゃんのことを調べて、分かったんですけどね、基本、まあ元から僕も知ってたんですけどね、人間様が食べるあの食べ物、この猫ちゃんたちに食べさせたらダメみたいですね。うん。まあ、なんていうんですかね、可愛いからついあげてしまうんですよ。こうね、僕が例えばチキンナゲット食べてたらね、まあ、この子がふんふんで鼻ふ、ね、こう匂って、まあ、ご飯のように、キャットフードのようにね、ちょうだいって言ったら、それはもちろん、ああ、大丈夫か。あげてしまうんですけどね、あれなんかあげたらダメらしいんですよ。なんかアレルギーを起こす場合あるらしいですね、食べ物からね。アレルギーとか病気になる場合があるんで、もう、基本というか、もうあげたらダメなんですって。うん。僕、それもね、勉強になりました。でもね、こんな可愛い顔してる子がね、ご飯出てくるから、その僕が食べてるものをね、ちょうだいって言ったら、あげたくなりますよね、これ。あ、また始まりました、これ、ほら。この子、すごい自分の尻尾好きなんですよ。くれ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 。まあ、ひょっとしたらあれですね、100均で売ってるね、わたわたのね、なんか、猫じゃらしあるじゃないですか。あれが好きなんかもわからないですけどね。この子はこう綿を覆うようなこういうね、遊び道具が好きなのかもわからないです。ね、クリア。ね、人間の子供と一緒です、これ。まあ、よくね、みんな言うのが、病気したら高いとか、ね、言うんですけど、一緒ですよ。うん。以前の動画でもそうです。ちょっと言ったんですけどね、確かにね、一回、あ、これこれこれ、すごい元気でしょ、これまだね、あれですよ、まだこれマシな方なんですよ、もっと暴れるんですよ、この子、いた、もう、目つぶすぞ、お前は、目つぶすぞ、よっ、めっちゃ薄ぞ、お前は。可愛い顔しやがって。ん？くりゃ。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 可愛いからってダメやで。まあでもね、しまちゃんには、しまちゃんのね、お骨近くにあるんですけど、しまちゃんのお骨の近くでこんなこと言うのはダメなんですけど、やっぱね、可愛いですね。でもね、さっきも言ったように、この子の可愛らしさとね、エンジェルになったシマちゃんの可愛さは違うんで、この子が来たからってね、シマちゃんを忘れることはないです。うん。ただまあ、やっぱり軽減はできましたけどね、ペットロスという、いた、多分病気になってたと思うんです、私。うん。なんかこう、ペットロスになるとね、なんか、人によるんですけど、まあ、なる人もならない人もいて、なってもね、いた、その、なんですかね、度合いがね、違ってくるらしいんですよ。ひどい人もいれば、まあ、ね、なんていうんですかね、まあ、度合いが違うみたいですね。で、僕の場合ですけどね、多分、まあ、その、なんていうんですかね、まあ、多分ペットロスになったからと思うんですけどね、なんかこう、なんていうんですかね、こりゃ、これ、熱中症みたいな感じになったんですよね。うん。これ、熱中症と思って一回病院行ったんですよ、私。ほんならなんかね、まあ熱中症とも先生言わなかったし、でね、MRI 取って、なんかまあ、ね、ないとは思いますけどとは先生さっき言ってたんですけどね、MRI に入る前にね。まあでも、やっぱ何があるかわからないんで、ちょっと怖いんで入っときますか。まあお金はね、その分かかっちゃうんですけど、だから僕がね、まあ、僕もね、やっぱりこの子たちのね、やっぱりこう、これからちゃんとね、お父さんになるわけなんで、ね、もし病気やったら僕も早く治してね、この子たちと生活しながらダメなんで、一回まあ、入ったんですけど、その MRI の中でもね、別になんかこう、まあ何かがあるわけではないですよっていう状態やったんで、まあやっぱり多分ね、ペットロスから来た精神的な病気やと思うんです。はい。ほらね、すっごいなんていうんですかね、不安がってるのかどうか知らないけど、なんか、やだやだもうお前、かわいいな、もうお前は。やだやだやだ爪がすごい伸びるのが早いんですよ、この子。もうこれ、かわいいな、もうお前は。痛い。
また爪切っときません。おにゃじゃないのお前は。かわいい顔してるから手調子乗りやがって。ごめんなさいわ。いた。もうすごい、ほら、すごい、いやでほら、すごい、あの、尻尾、喜ぶでしょ、ほら。アホみたいに遊ぶんですよ、ほら、これ。これ、これ、これ、これ。これ、はい、連続、はい。はい、高速尻尾。お前、なんかの病気やぞ、これ。はい、あの、みんなにね、見せてあげなさい。あんたがどんだけ尻尾好きか、自分の、ほら、ほら。はい、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 はい。はい、高速尻尾ですよって言わない。はい、高速尻尾ですよって。はい、えじじじじじじじ。じっとしなさい、お前は。ちょっとこれじっとしなさい。はい。はい、じっとして、みんなの前で可愛いお顔見せてあげなさい。はい。じっとしなさい。まあね、あの、またよかったらね。あ、たたたた、こらこらこら。あ、もうこら。もう悪さそうな。はい。チャンネル、うんじゃないの。はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。